丸ちゃんブレイクスルーさんゲストで今回なんですけれども、貯金したい人は買ってあげないもの10選をご紹介していきたいと思います。皆さん貯金してますか？買い物って皆さん毎日するものだと思いますが、世の中には知らず知らずのうちに破壊的なスピードでお金を溶かしていく買い物が数多くあります。ということで今回は皆様はこれから爆速で貯金していけるように、貯金したい人は買ってあげないもの10選をご紹介していきます。なお今回は金額が安い順にご紹介していきますので、後半になるほど金額が上がっていきます。また初めに述べておきますが、今回の動画あくまで貯金したい人は買ってはいけないものを述べていきますので、趣味でどうしても購入したいものがあるという場合などはその範疇ではないということをあらかじめご認識いただければと思います。というわけで早速いきましょう。貯金したい人は買ってはいけないもの一つ目はコンビニ商品です。当たり前ですがコンビニの買えている商品は高いので買わない方が賢明です。スーパーやネットで購入すれば60から70円で売られているペットボトル飲料がコンビニでは150円で売られています。また大手コンビニ3社が130万枚のレシートからお客さんの買い物を分析したところ、1回あたりの平均利用額は約500円だったそうです。コンビニはこのようなビッグデータをもとに何月に何をどうやって売れば割高な価格設定で買ってもらえるかをよく研究しております。コンビニに週3回通うと1週間で1500円、1回生6000以上のお金を割高で消費してしまうことになるので、できるだけコンビニには行かないようにしましょう。というわけでどんどん行きましょう。貯金した人は買ってあげないもの2つ目は LED 買いの蛍光灯です。皆さんまだまだ蛍光灯を LED に買い替えていないという方々は多いのではないでしょうか。経済産業省自然エネルギー庁の調査によると、世帯あたりの電気使用量の内訳は第1位が冷蔵庫、第2位が照明器具となっております。そして第2位の照明器具のうち蛍光灯を LED に変えるだけでシーリングライト1つあたりなんと年間約5000円もお得になります。さらに部屋数が増えれば増えるほど年間 5000×NN 程度の電気代の節約となりますので、現在使っている蛍光灯の調子が悪い場合、引っ越し等で新しい蛍光灯のご購入を検討されている場合はぜひ LED 蛍光灯をご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけでどんどん行きましょう。貯金したい人は買ってはいけないもの3つ目はお菓子です。お菓子は1世帯あたり年間約7万円の支出と言われているので、できれば購入を控えた方が賢明です。お菓子は美味しすぎるがゆえに強い依存性があり、お医者さんの中にお菓子をマイルドドラッグと呼ぶ人すらいて、根性では克服できないレベルの中毒を引き起こす可能性があります。その結果お菓子は虫歯、糖尿病、肥満などのリスクを高め、医療費の増加にもつながりうるので、お菓子を習慣的についつい買ってしまっている方々はできるだけ控えた方がいいでしょう。というわけでどんどん行きましょう。貯金したい人は買ってはいけないもの4つ目は酒タバコです。酒類の1世帯あたりの年間購入額は約5万円、タバコを吸う人の年間のタバコ代は約11万円以上という調査結果があります。つまり酒タバコをやめるだけで年間16万円、20から80歳までの60年間で約1000万円も消費することになってしまいます。さらにお酒とタバコは少量でも確率で寿命を縮ませることが知られているため、嗜好品としてお金がかかるだけでなく健康を害した場合医療費の増加にもつながります。もちろん酒タバコは生きがいと言えるほどなのであれば、生涯でたった1000万円ポッチなのでケチる必要もないと思いますが、もし惰性で習慣になっているのであれば今すぐやめてしまった方が賢明と言えるでしょう。というわけでどんどん行きましょう。貯金したい人は買ってあげないもの5つ目はキャリアスマホです。実は皆さんが使っているスマホをドコモ等の大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで毎月5000円以上の節約になります。もし4人家族全員で乗り換えたら年間約24万円の節約になるから、その節約効果はとんでもないです。でもいくら安くなったとしても不便になるのは困るなと思っている方々も多いかと思いますので、格安SIMに変更するデメリットを先に述べておくと、デメリットは次の2点です。1つ目はキャリアメールが使えないという点です。つまりアットマークドコモロット CO.JP などのキャリア名が付いたメールアドレスは使えない場合があります。しかしこちらは Gmail 等で対応すればいいから正直デメリットとは言えません。2つ目に回線が混み合っている時に電波が弱くなる時ありますが、こちらもメールや LINE 等の通信手段であればほぼ問題なく利用できますし、動画も Wi-Fi 環境下で視聴すれば特に問題はありません。というわけで以上の言っては特に問題だと思わないのであれば、今すぐ格安SIMに乗り換えて1人当たり年間6万円の節約をしてしまいましょう。というわけでどんどん行きましょう。貯金したい人は買ってあげないもの6つ目はブランド品です。ブランド品を購入すると節約できなくなるのは、ブランド品を購入している方々でもご存知かと思いますが、なんとブランド品を購入している人ほど平均して幸福度が低いという驚くべき調査があります。これベイラーライン研究で参加者のブランド好きレベルと幸福度の関係を調査したものがあります。その結果ブランドを買うのが好きな物質主義的な人ほど日常の何気ない喜びを感じられず幸福度が低いことが判明しました。これなんでかっていうと、物で欲求を満たしてもすぐに飽きが来てまた際限なく新しいものが欲しくなるからです。例
えば新しいバッグを購入しても、そのバッグにはすぐに慣れてしまい、また新しいバッグが欲しくなります。そして今度はそれ以下の金額のバッグでは満足できなくなり、次第に日常の小さな喜びでは満足できなくなってしまうんですね。従って不幸になっててもいいから、俺はブランド品を身につけていたいという場合以外は、おとなしくユニクロなどで実用的な商品を購入しておいた方がはるかに幸せに節約できるでしょう。というわけでどんどん行きましょう。貯金したい人は買ってあげないもの7つ目はギャンブルです。宝くじ、競馬、競艇、パチンコなどのギャンブルは手を出せば出すほど貯金が難しくなります。これなんでかっていうと、ギャンブルはほぼ確率に負けるからです。もちろん 99% の方々が知っているかと思いますが、ギャンブルは全て運営側が活用できています。代表的なギャンブルの還元についてを見てみると、こちらのようになっておりまして、例えば宝くじに100万円かけると返ってくる金額はだいたい46万円程度になります。つまり9割以上の方々はギャンブルをすると障害収支でいつかマイナスになってしまいますので、これからギャンブルをやる際はそもそも勝ちに行こうとするのではなく、お金を支払ってワクワク感を購入する一種のエンターテインメントだと割り切るようにしましょう。というわけでどんどん行きましょう。貯金した人は買ってはいけないもの8つ目はリボ払いです。これは買ってはいけないものというより買い方の問題です。リボ払いとはクレジットカードの支払い方法の一種で、毎月の支払額を一定の金額に固定して金利とともに返済していくというものです。リボ払いは今現在手元にお金がなくてもブランド品等の高級アイテムをすぐに購入できるというメリットはありますが、利息は 15% 上乗せされてしまうという大きなデメリットがあります。例えば100万円のものを購入して毎月5万円でリボ払いしていった場合、支払いは合計で約115万円になってしまい、一括で購入した場合に比べて15万円も高い金額を支払うことになってしまいます。リボ払いってテレビ CM とかでもよく見るし、なんだか可愛い名前をしていて騙されそうですが、本質的にはただの借金であり、小学生でも借金がダメなことぐらいは分かっているはずなので、どんなに欲しいものがあったとしても借金に手を出すのはやめましょう。一度借金に手を出すと、あなたの人生は利息の返済地獄で一気に壊滅的被害を受けるので、どんなに欲しいものがあったとしても一括で購入できるもの以外は絶対に購入しないと腹をくくるようにしていきましょう。というわけでどんどん行きましょう。貯金したい人は買ってあげないもの9つ目は保険です。生命保険文化センターの調査によると、生命保険料だけでも1世帯あたりなんと平均年 38.2 万円も支払っており、40年間で約1600万円弱も支払っているのが判明しております。しかし結論から言うと、民間保険はほぼ加入する必要はなく、強いて言うならば必要な民間保険はこれらの3つだけです。ではなぜ民間保険に加入する必要がないのかというと、日本はベースとなる公的医療保険、社会保険がめちゃくちゃ強いために、民間のアディショナル保険はほぼ不要だからです。特に日本の健康保険は世界最強の保険とも言われておりまして、まず原則3割負担で必要な医療が平等に受けられますし、高額医療費制度のおかげでもし1ヶ月で300万円の医療費がかかったとしても、自己負担額は3割の90万円なのではなく、せいぜい10万円程度に抑えられます。さらに病気や怪我で働けなくなったとしても、直近1年間の平均月収の3分の2は最大で1年6ヶ月もの間もらい続けることができます。つまりもしものことがあっても、社会保険でほとんどのリスクがカバーされている上に、それ以外のリスクは保険に入るよりも貯金で対応した方が圧倒的にコスパがいいため、民間のアディショナル保険はほぼ不要になります。ただし例外的にこれら3つの保険に関しては社会保険でもカバーされておらず、貯金で対応するにはあまりにも損失が大きいリスクであるため、民間保険で対応しておくのを視野に入れておいても良いですが、基本的にはその他の保険の営業は断固として拒否するようにしましょう。というわけでラスト、貯金した人は買ってあげるもの10個目は新車です。車はシンプルにお金がかかりすぎるので、趣味生きがいになっている場合以外は購入を控えた方が賢明です。車を所有するとなると、車本体の金額はもちろん、駐車場代、保険料、税金、車検、ガソリン代などの維持費がかかってきます。新車を購入すると大体200万円くらいかかりますし、購入後の維持費も年間50万円ほどかかり続けるため、車があると貯金から確率に遠のきます。もちろん中には車が生活に必須だという方々もいるかと思います。ただし車は本当に生活に必須なんでしょうか。例えば通勤で車に乗っている場合も、駅、バス停、会社の近くに引っ越せば車がなくては問題なくなりますし、休日でしか車に乗らないのであればカーシェアリングで事足ります。また突発的に車が必要になる場合もあるかと思いますが、頻度が少ない場合はタクシーに乗った方が随分と節約できます。タクシーは高級品だからと考える方々も少なくないですが、実はタクシーに乗るより自家用車に乗る方が何倍も贅沢です。なぜならタクシーの乗車代は高く見積もって1回あたり5000円だとしても、車の年間の維持費である50万円と比較すると、乗車回数が年間100回以下であればタクシーの方が安く済むからです。さらにタクシー年間100回も乗ることはほぼほぼないでしょうし、実際僕も月1回もタクシーを利用することはありません。それでも車が必要だという方はもちろんいるかと思いますが、車を移動手段として割り切って考えるならば、わざわざ新車や大きな車を購入する必要はないですし、中古の軽自動車を購入すれば購入価格、ガソリン代、税金全てが安く済みます。また車を購入する際にローンを組むという方々も多いかと思いますが、ローンはリボ払いと同様基本的には借金なので、絶対に手を出さないようにしましょう。もちろん最初にも断りを入れた通り、車を趣味として考えるのであればお金の使い方はおのおのの自由です。ただしお金を貯めていきたいと思うのであれば、車は基本的に持たず、所有する場合もできるだけ安い軽自動車
自動車を購入した方が賢明でしょう。というわけで本日の動画内容をまとめるとこちらようになりますので、ぜひこちらの内容を参考にして明日から爆速で貯金スピードアップしてみたいかがでしょうか。マッサルスリー、私のデータ園教師ではございますが、現在のところこのチャンネルをご覧になってくださっている半数以上の方々にまだチャンネルをご登録いただけておりません。というわけでそんな約7割の未登録者の方々に登録ボタンをポチッと押しただけでチャンネル登録者100万人も一気に近づくと思いますので、ぜひ無料なのでこの機会にご登録していただけましたら圧倒的に感謝いたします。春にご視聴あざした。